おはようございます速回軸の小でございます、まあ2019年もそろそろ終わってしまいますね、まあ、1年を振り返った時に中身のある1年だったのかそれともなんとなく過ぎてしまったのかこれを測る方法として一つはですね どのぐらいの問題に出会いその問題をどのぐらい自分が、ね、解決してきたかによるんではないかなと思いますえ仕事の問題ですとかお金の問題ですとか健康の問題とかねそれから人間関係の問題さまざまあったと思いますけどもそこにですね自分がどのぐらい知恵を使って労力を使って解決に傾けてきたかということですよね、まあ、多くの方がですね感じるのがこの問題誰か解決すぐんないかなっていうふうにすぐにですね自分が問題を誰かのせいにしてしまうことなんですよね でもしっかりとした1年を送る方そしてこれからもうしっかりとした年が遅れそうな方っていうのはどういうことかっていうと全てを自分の問題だと思うわけなんですよねそして全てを自分の問題だと思うから自分で行動して自分で解決するというそういう癖がついている方だと思うんですよ、まあ、例えばねこういう家庭があるかもしれません、えー、家に帰るとねお父さんが靴下を脱いでその辺に脱ぎ散らかしてるとで、まあ、お母さんが言うわけですよお父さんこれ靴下片付けてよっていうわけですよこれはですねまあ一見正しいように見えますけども 本当にいいのはどううでしょうか。靴下が脱ぎ散らかしてあるあれこれなんか自分にできることはなんかないかなと思った時にその靴下を自分で洗濯機に入れるとで問題解決ってことですねこういうふうに些細なことでも自分のものとして自分の問題として片付けていけばどんなにいいね、えー、人間関係が送れるかなってことなんですよ他にもねこういうことがありますお金の問題ですよねお金が当てにしてた入金日に、えー、全然振り込まれてないとあお金振り込まれてないな誰のせいなんだって考えるよりもじゃあどうしようって考えるわけですよ どうしたらこのお金の問題解決できるかなと考えて自分で行動して自分で解決するということになると自分の解決自分の処理能力が上がっていくるわけですねどんな問題でもそうです職場の問題でも上司の問題それから同僚の問題部下が責任を取るべき問題全ては自分のものとして自分で解決していく癖がついていくともうねすでにトラブルっていうのは自分で解決するゲームに挑んでるようなもんなんで本当に毎日楽しく過ごせていけるのかなと思いますそして1年振り返った時にあらゆる問題を解決したという思い出が でできるわけですよねまあそれがですねあの素晴らしいことだということではないんですけどもじゃあどっちがね、えー、自分の能力が上がっていて中身のある1年が過ごしたかというとほっといて問題解決することもそれはね楽でしょうけども自分の力でやったことに対する信用とかねそれから未来に対する資産っていうのがね自分の信用資産っていうのがどのぐらい上がっていってか。 上がってきたかとということにもなりますそして自分のことがもっともっと、ね、信用できるようになるんですよ自分はいろんな問題が解決できる人間なんだなと思えるかそれとも何か問題が起きた時に狼狽して人のせいにばかりする人間なのかなというふうに考えるわけですよね、まあ、私もね一つ一つ問題を解決しながらこれからも進んでいきたいと思いますそしておせっかいにも、ね、人の問題も解決しようかなと思えるようになってくると思うんですよ皆さんいかがでしょうかどんな2020年が迎えられそうですかでは失礼します